タボ・セフォローャコとターボ・パトリック・セフォローャはスイス・ボーシュー・ブェン出身のプロバスケットボール選手 NBA のヒューストン・ロケッツに所属しているポジションはシューティングガードからスモール・フォワードをカバーするスイングマン201センチメートル97.5キログラム南アフリカ人音楽家の父とフランス系スイス人画家の母の間にスイス西部・ボーシュー レマンコ地方にあるブベイで生まれた。イタリア語、フランス語、英語の3カ国語を話すことができる。2001年、17歳でスイス国内リーグのチームでプロデビュー。チームがフランス遠征を行った際にシャロン・スユル・ソーヌのスカウトの目に留まり、フランスのセミプロリーグに移籍。最初の年は21歳以下のジュニアチームで過ごしたが、2年目と、 なる2002から2003シーズンには、シニアチームでローテーション入りし、30試合に出場して、平均4得点、3.5リバウンド、1アシストの成績を残した。翌年は先発の座をつかみ、平均30.7分出場、9.4得点、7リバウンド、1スティールで、チームのプレーオフセミファイナルまでの躍進に大きく、貢献した。しかし、翌年は、 チームとセフォロ社の代理人との契約交渉が難航し、セフォロ社はイタリアのビエッラのチームへと移籍した。2006年、セフォロ社はフィラデルフィアセブンティシクサーズより全体13位の指名を受けて NBA 入りを果たす。ドラフト直後に同年16位指名のロドニー・カーニーと金銭を含むトレードでシカゴブルズに移籍した。 セフォロ社自身はドラフトでの指名を予期しておらず、記者会見では喜びをあらわにした。しかし、シカゴでは、同じポジションに、ベンゴードン、ラリー・ヒューズなどのトッププレイヤーが、すでにおり、セフォロ社の役割は、チームの3番手のシューティングガードでしかなかった。チームの都合により先発を任されることもあったが、プレイ時間としては短く不遇な状態が続いた。 2009年8月、アウトサイドでのディフェンダーを探していた、オクラホマシティサンダーに、ドラフト1巡目指名権との引き換えでトレードされ、セフォロ社は、ようやく固定された、先発の座を掴んだ。セフォロ社の加入以降、チームの成績は向上し、エースのケビン・デュラントやラッセル・ウェストブルックの成長も、 組み合わさってサンダーは2012年には NBA ファイナルまで進出した。2014年7月15日、アトランタホークスへの移籍を発表した。2017年7月12日、ユタジャズと2年1050万ドルで契約した。2018年1月12日に行われた、シャーロット・ホーネッツ戦で右膝内側側腹靭帯を負傷した。 さらに負傷した右膝の手術のために今季の懲り試合を欠場すると報じられた。1月17日、右膝の手術が成功した。2018年4月3日、NBA はセフォロー社が反薬物プログラムに違反したとして5試合の出場停止処分を科すと発表した。長いウィングスパンを持つディフェンスのスペシャリスト。NBA でもトップレベルの身体能力を持ち、 さらに NBA 入り以前にプロ経験があり、試合の流れをよく知っているなど、セフォロシャがドラフトされた時のシカゴの監督、スコット・スカイルズは、そのボールを持たなくても機能する選手である点を非常に高く評価していた。一方で、アンセル・フィッシュの性格により得点に絡めず、注目を浴びがたい地味な存在でもある。また、アウトサイドシュートの精度に課題を残す。ありがとうございます。